早弁です。今日は埼玉県の大宮駅近くのね、福野県こちらに来ておりました。こちらが満腹定食というような形でね、これで、1000円しないぐらいです。あ、確かにフレッシュな豚骨ですね。呼び戻しとかではなく一気に炊き上げた感じ。唐揚げでかいな。唐揚げも揚げたてですね、美味しいです。この後もいただいてきます。はい、美味しくいただいてもらいました。関東の人間はね、呼び戻しのこのスープとかあの匂いは苦手な人が多いんですけどね、一気に炊き上げたフレッシュなスープでしたし、かといってね、トムトムがしっかり出てきて美味しかったですね。関東の人間でね、ラーメン頼むとなんかこう美味しくない場合が結構あるんですけど、ご飯もね、鶏の唐揚げもね、結構美味しかったですね。またね、リーズナブルだしですし、また来たいと思います。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。